豪華女優たちが食べる食べる食べまくる。何ですかこれは。お釜の食事って誰か興味あるんだけど。なぜかお釜も食べまくる。玉木宏と倉科カナがポトフ作りで大爆笑。大島優子まさかの相撲部屋入門。超豪華な俳優女優が夢の共演。私がどうしても食べたいって言って新春ドラマツアーズ豪華キャスト差し入れリレー。この番組はフジテレビが1月からお送りする5つのドラマが大集合。そこに出演する超豪華なキャスト陣が他のドラマへの差し入れを選びプレゼント。まずは月曜9時のドラマデートから。差し入れリレーのスタートは日本の台所築地場外市場。さあ築地ということなんですが、これからドラマゴーストライターの皆さん中谷さんにね差し入れを持って、あ、お待ちしておりました。ちょっとすみません、カットインしてしまいました。あ、これはこれはよろしくお願いいたします。軽やかに登場したのは新月9ドラマデートに出演の杏さんと国中涼子さん。ドラマデートは恋愛不適合者の男女がある事情を抱えて結婚を目指しデートを重ねていくロマンチックコメディ。好きかどうかは関係ない。そんなデート出演の2人に火曜9時のドラマゴーストライターの主演中谷美紀さんへ差し入れを選んでもらいます。どうしてまた築地に。中谷さんがですね、はい、結構お魚とかお肉とかがお好きでいらっしゃると伺ったので、まあここに来たら何かしらやっぱり新鮮なものが築地のものがあるんじゃないかなって。この日本の台所で、はい、じゃあ差し入れはお魚、お肉、その他後ろをご覧いただけますかね。すごいですね。なかなかね、道にマグロこんな風にね増えてないですけれども、本当はこれをね、持ってきたいぐらい。ちょっといろいろ見てみましょうか。先ほどお供させていただきますので、よろしくお願いします。ということで早速、極上の差し入れを探しに出発。魚はもちろん、肉の専門店も多く軒を連ねる築地場外市場。お目当てのものを見つけられるのか。お二人築地にいらっしゃることってあるんですか。私は、はい、私も、はい。え、どんな時に。やっぱりでも年末に来て、うん、昔は家族でチャーシュー買ったりとか、ああ、まあ、あとは買い物に、ね、いろいろ買ったり、あとラーメン食べたりとか。ラーメンも人気店あるんですもんね。国中さんもいらっしゃるんですか。私も、はい、お寿司食べに来ます。なるほど、はい。そんな築地大好きな2人を案内したのがこちら、去年10月オープンの新スポット築地日本漁港市場。北海道、新潟、静岡、高知、長崎から産地直送の珍しい旬の魚介を買うことができるんです。さあまずはこちら、はい、活気がやっぱありますよね年末。なんか自分が欲しいのならいっぱい出てくるんだけど今お腹空いちゃったねえ、まずはやはり築地魚介かなと思いましたけれども、はい、よろしくお願いします。今日はどんな魚入ってますか。今日はね、そのホウボウの魚ですよ。ホウボウ、かわいい、はい、どうやって食べるのが美味しいんですか。ブイヤベです。あ、鍋とか。私はやっぱりカワハギの肝醤油とかも大好きなんですけどちょっと酒が飲みたくなっちゃうから。わー、いらっしゃいませ。わー、カニだ、おいしい。昔にあたって、どうすればいいんだろう。鮮魚ですよ。本当はね、ブリしゃぶとかね。カンブリ美味しそう、ね、これ美味しそう。え、どうしようって感じなんですけど、なんかどうしよう。え、どうしよう。悩みまくる2人、すると。なんかいいの発見した、美味しそう。焼いてますよ、もう早速焼いてますよね。なんか、あ、いい匂いがしてきた。焼いてとか。はい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 。こちらのお店では焼きたてのホタテがその場で食べられます。いろんな種類があるんですよね、これもね、ホタテでも下の珍味を美味しいもの同士組み合わせたって感じなんで、豪華豪華という感じなんですけれども。どうです、味見しています。まずはやっぱり普通のノーマルの味を。ノーマルな素材を、あ、はい、そしたら私いくらでいいですか。あ、なるほど。
ここでホタテが焼き上がるまでドラマデートのお話を聞くことに。私演じる依子は、まあ、超堅物公務員で合理的なことしか考えられないから、そういう感情部分はいらないんじゃないのかっていう考えるところで、あの高等遊民と称する、まあ、ニート、まあ、なんで働かなきゃいけないんだよみたいな人が結婚相手に寄生したいと、そんな2人があの出会ってどうなるのかっていうところのがすごく見どころなドラマで、で、冬中さんが私は元ヤンです。テカタビみたいなの履いてるんですテカテカしてるスカジャン着てガニ股で歩いてたとか、まあひどくてセリフの言い回しもここで焼きホタテ貝が完成。そのお味は来た来た豪華豪華すごい豪華、はい、お待たせいたしました。てか大きいこれ、大きいね。いただきます。おお、大貝に行きました。おお、おお、もう香りがすごい。食べ応えがないという感じで。国中さんはイクラを乗せたホタテをパクリ。おいしい。ちょっと乗っけていいですか。すごいおいしい。アンさんもたまらず。イクラのそういうアレンジをね。もっと全然。イクラの、うん、塩気が。これは贅沢だ。でもこれ良くないですか。でも焼き場があればいけるってことですよね。そうですね。どうしましょう。差し入れ。じゃあこちらで海鮮の部。ありがとうございます。ということで差し入れ海鮮の部はホタテに決定。さらに他にも良いものがないか考えていると。健康にいいとかスタジオだとなかなか食べられないものとか。肉？2人の意見が一致。そこで極上の肉を求め訪れたのは昭和4年創業肉の老舗大宮牛肉店。こんにちは。ずらーっと並んでますよね、お肉。いやー、ちょっと いやちょっと目移りしちゃいますよ。ありがとうございます。おすすめはお肉はもちろんなんですけど、うち焼き豚が美味しいのでご試食なさりますか。いかがですか、焼き豚。創業からの秘伝のタレと厳選した豚肉を使った焼き豚、午前中には売り切れてしまうという人気の品を試食させてもらうことに。いやー、これはいい。絶対おいしいよこれ。これ絶対おいしい。これでもね、これぜ。アンさんお酒好きですね。さて店自慢の焼き豚、そのお味は。おお、豪華。おいしい、おいしい。柔らかいですね。焼き豚に決定と思いきや、美味しそうな牛肉に目が行く2人。差し入れに持ってきたいんですけど、はい、あ、差し入れでしたら丹徳牛という赤身の肉のエイジングビーフが今流行りですよね。それちょっとお見せしましょうか。これが熟成をかけている、特別に今熟成肉って流行っておりますが、30日そのままあの枝肉のまま吊るしてアミノ酸を非常に多くして旨味を増しているという牛肉なので、これでしたらちょっとケーキ漬けにいっちゃいますか。こんなこれはね、持ってきたテンション上がるんじゃないですか。嬉しいと思う。熟成ビーフいいかもしれない。じゃあこれで、じゃあこれでいきますか、はい。エイジングビーフ、じゃあ、はい、お願いいたします。肉の部は30日間熟成させたエイジングビーフをゲット。うわー、すごい、すごい、漫画みたい。嬉しい、熟成短角牛、漫画だ漫画。この厚さでしたらもう最高ですよ。築地で見つけた熟成エイジングビーフと焼き豚、そしてホタテ、こちらの極上食材を差し入れ。早速2人は火曜9時のドラマゴーストライターの撮影現場へ。ロケの合間で休憩中の中谷さんを連れ出し。何ですかこれは。なんでこんなに柔らかい。中谷美紀も仰天。築地の厳選食材が極上フレンチに大変身。
月9ドラマデートのアンさん、国中涼子さんから火曜9時のドラマゴーストライターの中谷美紀さんへ築地の厳選食材を差し入れ。キッチンカーみたいな。キッチンカー、ここで実は調理してるんです。この中でアンさん、国中さんはキッチンカーを手配、出来たての料理を準備していました。さすがです。調理していただくのはフランスの三つ星レストランや京王プラザホテルなどで修行を積んだシェフ室崎さん。極上食材をどのように生まれ変わらせるのか。するとキッチンカーに興味津々の中谷さんが。まだいただけないんですか。もう間もなく覗き込んでらっしゃいますけどね。お腹の方はもうすごい空いてます。朝早かったので。お腹ペコペコの中谷さんに一品目はホタテ。蒸し焼きにしてから相性抜群のブーギニョンソースで仕上げました。さてそのお味は。美味しいですよね。続いては30日間熟成させ、うまみ甘み柔らかさが増したエイジングビーフ。表面を強火で焼き、うまみを閉じ込め、特製のフォンドボーソースで仕上げた一品。名付けて和牛のエイジングステーキソースフォンドボー。仕事中にこんなに暖かくて美味しいものいただけるなんて。ちょっとね、風通しは大変いい場所なんですけど、うん、本当に美味しい。ありがとう。このお肉にしてよかったかも。よかった、うんうん、嬉しい。どうですか今、うん、現在あの進行状況とか。1話と2話をなんとか頑張って両方並行して撮ってるんですけれども、本が本当に面白いんですね。ゴーストライターなのでちょっとスリリングで面白いですよ。エイジングビールだけじゃないんですよね、うん、焼き豚も。最後は大宮牛肉店の一押しの焼き豚。めっちゃ美味しいですよね。何ですかこれは。なんでこんなに柔らかい。美味しい。ちょっと本当に美味しい。美味しい。クリスさん食べます？とここで中谷さんが現場を見ていたドラマ「ゴーストライター」のカメラマンさんを呼びました。うまよかった。せっかくの機会なのでカメラマンさんにもゴーストライターのお話を。いかがですか現場の中谷さんというのは。綺麗すぎちゃってビビっちゃいますね。現場の仲の良さが伝わりました。ありがとうございました。いい現場の雰囲気が伝わってきましたね今。いやこれで撮影頑張れます。本当に頑張れます。あよかった、ね、大成功でしたね。大成功です。毎日来てほしい。ということでお次は火曜9時のゴーストライターから火曜10時のゼミの戦争に差し入れリレー。やってきたのは100周年を迎えたばかりの東京駅。さて誰が来てくれるのでしょうか。おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。中谷と申します。どうでございます。よろしくお願いします。明日火曜夜9時スタートのゴーストライターから中谷美紀さんと水川あさみさんが来てくれました。中谷美紀さん演じる人気小説家と水川あさみさん演じるゴーストライターとして生きる新人作家、出版界のタブーを描く2人の女のヒューマンサスペンス。期待してるわ。お二人には火曜夜10時の新ドラマ「ゼニの戦争」にご出演の草薙さん、大島さん、高田さんに差し入れをしてもらいます。体力勝負ですからね。そうですね、はい、現場は、はいはい、体にいいものがいい気がしますよね。体にいいもの、うん、そして寒いです。寒い、ね、うん、ロケとかね、うん、すごい。じゃあ暖かいもの。暖かいものいいですね。暖かいもの。それはもしかしてスムージーのことじゃないですか、はい、スムージーって冷たくないんですか。これがね、暖かいスムージーがあるんですよ、はい、本当にスムージーは食べちゃうんですか。美味しくなさすぎる。この丸の内界隈の女子たちの間で話題の、はい、
あったかいスムージーがあるんですよ。ポタージュじゃダメなんですか？まあ、このロケをスムージーに進めるためにも差し入れは絶対スムージーじゃないと困るんです。向かったのは東京駅のすぐ隣、グラン東京ノースタワー。あっという間でしたね。あっという間でした。ね、瞬間移動やってまいりましたけども、はい、はい、こちらでございます。すごい。ピコ&ポムさん。へー、はい、ここはスムージーとフレッシュジュースの専門店ピコ&ポムム。可愛いお店の名前はイチジクとリンゴという意味。東京駅と青山に2店舗あり、特に女性に大人気。実はこちら日本で初めてホットスムージーを出したお店なんです。かなりヘルシーな。そうですね。どうですか、ちょっとご覧になって何か気になるものありますか？ありますか？でもやっぱり、うん、これ美味しそうですね。ここの名前のチアシードもある。チアシードって何ですか？あれですよね、南米の、はい、南米のチアというですね、南米の果実の種です。私も毎日食べてますから。ありがとうございます。毎日食べてらっしゃるんですか？チアシード。これなんかね、オメガ3が豊富に含まれてるっていうんで、とても体にいいって言われていて。食感がゴーストライター。オメガ3って何ですか？オメガ3、はい、あさみちゃん、ゴーストライター役として物知りなとこ見せちゃってください。醤油とお酢とお砂糖のことです。はは、先生いい線いってたんですけど全然ダメです。先生この人ゴーストライターで大丈夫ですか？ちゃんと勉強してきなさい。明日までね、はいはい、何ですかオメガ3というのは。オメガ3ってあれですよね、抗酸化物質であり、いわゆる悪玉コレステロールをこう減少させてくれる。そうですね、はい、脂肪酸の名前ですね。不飽和脂肪酸、はい、詳しすぎる中谷さん、実は健康マニア。ということで気になるスムージーをいただきましょう。やっぱりピコ&ポムムのありますかね。はいはい、あ、じゃあ私これいただきます。あのケールがよく青汁でいただくんですけど、はい、ビタミン A とか多分豊富なので、うんうんうん、あ、ちょっと待ってください、うん、自家製アーモンドミルク、これはこれに追加ではなくてこれに自分でいろいろ入れるんですか？アーモンドミルクをそのまま召し上がっていただいてます。アーモンドミルク大好きなんです。あ、ありがとうございます。なんかマグネシウムがいっぱい入ってるって言って、そう、牛乳を飲まない。すごい勉強になる。ゴーストライター、はい、マグネシウムがたくさん入ってる。マグネシウムってどういうとこがいいんですか？マグネシウムっていうのは、貧血にならない。あさみちゃん、今度こそ正解か。マグネシウムはカルシウムと結びついてカルシウムの吸収を良くするんだったと思うんですけれども。あ、そっちだった。間違えました。2人はそれぞれこちらのスムージーを注文。うん、おいしい、本当においしい、すごいいいですよ、ヨーグルトの風味がして。ちょっとスムも、あ、そうだ、ミキさんのやつ、あれが入ってる。そう、このつぶつぶ、チアシード、なんかプルプルになってるの。なんでまあまあスムージーを差し入れにということですけども、はい、ホットもこちらはあるんですよ。そう、はい、ホットアップルシナモン、うん、ホットアサイーベイ、うん、ホットケールキャロット、ちょっとホットも、はい、まあ、こんな感じだよっていうのを、うん、飲んでみたいですね。飲んでみましょうね、うん。あさみちゃん、青汁の元にもなるケールだけど苦いんじゃん。いただきます。いただきます。あ、美味しい。美味しい。思ったのと違う。もっと温めるから青臭くなるのかなと思ったんですね、うんうん、すごい美味しいです。美味しい。中谷さんはホットアップルシナモン、一体どんなお味がするの。温かいリンゴ、ホットアップル、焼きリンゴを液体にしたみたいな、ドリンクにしたような。どうですか、この時期の差し入れとして。せっかくならメニューを考えて作ってそれを差し入れた方が。トマト美味しそうね。思いました、私も今トマト見た。トマトいいよね。トマトスープみたいな。トマトとチーズとか、うん、美味しそう。いいじゃないですか。ということで2人はオリジナルのホットスムージーを作ることに。お、エプロン。裸じゃなくてすいません。
誰もそんなこと言ってません。見たい早速ですね、デニの戦争の3人に、うん、オリジナルのスムージーを作ろうということですけど、はい、もうイメージはできてますか。草薙さんはやっぱ草を多く取り入れた、うん、いわゆるもうすごい栄養価が高そうな。大島さんの好みを事前に調べてきたという中谷さん。チーズが大好物ということだったので、うん、何かちょっとお野菜とチーズを使ったなんかスープ風のものというか。チーズはすごいですね、うん、新しいですね。そして高田翔くんにはフレッシュなスムージーを作ることに。まずは食材選びから。やっぱりケールがいいと思うんですよ ね、うん、いいね。ケールとアボガドとセロリ、うん、あとても良いですね。の 3つに生姜、うん、草をイメージして選んだ食材、緑のものがたくさんですね。チーズと唐辛子ですね、カプサイシン、はい、ちょっと温まりますよね。他の爪を一つ入れて、あとセロリどうですかね、ちょっとイタリア風に、うん、美味しそう。さすが健康マニアの中谷さん、体にも良さそう。そして高田さん用の食材はこちら。真剣にスムージーを作る2人、一体どんなスムージーができるのか。下ごしらえした食材を温めミキサーへ。果たして美味しくできるのか。草薙さんをイメージしたこちらのスムージー、果たしてお味は。いただきます。熱いですよ、うん、あ、うん、全然美味しいすごいレモンと生姜がすごい効いてるから、うん、あんまり青みがなくって、うん、くすごい飲みやすいと思います。下調べもバッチリ。大島さんの大好きなチーズを使った中谷さん渾身の一杯、スープ風ホットスムージー。その出来栄えは。あ、悪くない。でもね、トマトもっと入れていい。2個入れてもいいかもしれない。どうかな。スムージーホットスムージーって言うんだったらこれで正解な気がする。というわけでオリジナルのホットスムージーが完成。この後ゼミの戦争へ差し入れ。早速差し入れをするために2人はゼミの戦争の撮影現場へ。やってきたのは都内にある大きな病院。こちらで撮影をしているみたいです。いいですかね、お邪魔して。いいですか、トントンってした方がいいこんにちは。あ、どうぞこんにちは。待っていたのは草薙剛さん、大島優子さん、高田翔さん。出来たてを飲んでもらうため早速ホットスムージーを目の前で作ることに。まずは草薙さんのスムージーから。でもさ、健康に良くてもさ、味が良くないとどうなんですか。美味しいんですか。美味しい。湯気出てる。ホットスムージーだって。ほら、いい匂いしますよ。うん、いい匂い。ほら、うん、割と、うん、割とね、うん、割とって、あ、割と割となんでお湯入れたからあったかいの。あの、アップルジュースが入ってます。ジュースっていうかすごい、ね、結構だろ。お店で作ったものよりなんだか濃度が濃いみたいですが。じゃあ、いいんですか、いただきますよ。抹茶抹茶まずい、ほんと豆腐みたいな、これ食感が豆腐みたいなんだけど、ちょっとそれはアップルジュースが少なかったから。ダメだよこれ。ちょっともっとなんか味どんなんですか。あのね、もうね、なんでこれ、あ、生ゴミって感じそんな、ほんとほんとほんと、ごめんごめん。もうしかも真夏に、もういい、もういい、もういい、真夏にパイナップルがいい。スムージー、ドロドロしてて、スムージーはドロドロしてるもんですからね、うん、いや、まあ、これ配合はちょっとダメだわ、ね、どうかな。急いで作ったのでリンゴジュースの量を間違えたみたい。気を取り直して中谷さんから大島さんへの差し入れに期待。じゃあいただきます。うちの太陽だからな、うん、ゆうこちゃんは本当に。あ、スープだ。あ、でもいけるね、そのリアクションね。大丈夫。人参。残念、入ってない
残念。あ、なんかこのピリッとする感じ。なんでしょう。あ、そうか。ハバネロ？違う。あ、近い。唐辛子。そう。Yes。唐辛子だ。ピリッと。中娘入ってます。最後はフレッシュなイメージの高田くん。気に入ってくれるのか。ちょっといただきますね。あ、いい感じ。甘いです。あの、ちゃんとイチゴのフルーティーな味もしますし、うんうん、あ、なんだこれ、なんかなんで黒いの？キャロブが入ってます。あの、あ、はい、一番飲みやすいかもしれないです。あさみちゃんの最悪だった、だって俺なんかこれなんだよこれ、もう固まってんじゃん。うん、うん、うん、待ってー。もう寒いと思うんですけども、はい、みんなで、あの、そうですね、これからもドラマを頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。次に差し入れリレーに参加してくれるドラマは火曜10時ゼミの戦争。差し入れ探しの舞台は両国。佐野アナの元へやってきたのは、あ、こんにちは。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 火曜10時の新ドラマ「ゼミの戦争」に出演している大島さん、高田さん、新川さんのフレッシュな3人。ゼミの戦争は草なぎ剛さん演じるホームレスに転落した元エリート商社マンがどん底から這い上がっていく痛快エンターテインメント。俺の人生、金で買い戻す。そんなゼミの戦争から水曜10時の新ドラマ残念な夫にぜひ差し入れしたいものがあるんだとか。そうなんです、はい、じゃあ声を揃えて言いますね、はいはい、せーの、鍋鍋ですか。はい、声揃えて、はい、残念な夫ということで、はい、あの、夫婦の危機を描いたドラマとお聞きしているので、はい、現場では温かく仲睦ましくやっていただきたいなということで、はい、鍋を、はい、選ばせていただきました。わかりました、はい、そこで番組では数ある鍋物の中からドラマのヒットを祈願して力士たちが験を担いで食べるちゃんこ鍋のお店をリサーチ。すると、なんとも珍しいものがあるお店を発見。あるものがある。はい。なんでしょう、なんか。回しがある。ああ、なるほど、相撲にちなんで。はい。回転式でこう鍋が出てくる。回転ちゃんこ。回転ちゃんこ。難しい。はい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 。お手洗い。あってほしいですよね。欲しいですよね。あってほしいですよね。まあ、とりあえず行ってみましょうか。まあ、はい、まあ、こちらでございます。まあ、行きましょう。はい、どうぞ。行きましょう。相撲の聖地両国、多くのちゃんこ店がひしめく中、やってきたのは。あ、見えてきました。これですか？はい、こちらでございます。なんか。割烹吉葉さんでございます。わ、すごい。もう美味しいって。いいですか。はい、行きましょう。もう美味しいって。もう美味しい。確実。もう美味しいですか。もう美味しいですよ。もう美味しい。入り口だけでテンションの上がる3人ですが、このお店にある珍しいものとは果たして。はい。ああ、すごい。わ。うわ、すごい。すげえ。はい。差し入れを探すゼニの戦争チーム、3人が目にしたものは、すごい、わあ、すごい、すげえ、はい、こちらですね、本物の土俵があるお店でございます。嬉しい、すごい、本当に当店は元宮城野部屋の跡地をこのような割烹にしておりますので。元宮城野部屋、はい、こちら割烹吉葉はなんと本物の相撲部屋を譲り受けたお店。店内には多くの力士たちが稽古に励んだ土俵がそのまま残されているんです。これ女性も上がってもいいものなんですか。あ、はい、あ、いいそうですよ。大丈夫でございます、どうぞ。じゃあ珍しいですよ ね、うん、ですね、珍しいというか、はい、本物だったら、わあ、大島さん土俵入りでございます。なお、夕食時に来店すれば相撲ジンクを堪能することができます。
見て聞いて食べて五感のすべてで大相撲の伝統を楽しめます。というわけで3人もおすすめのちゃんこ鍋をいただくことに。あ、もう、もう開けるんですか。はい、うわー、うまそう。こちらがお店で一番人気のちゃんこ吉羽鍋醤油仕立て。あっさりと、それでいてコクのある出汁が染み込んだ築地直送の新鮮な魚介類など17種類もの具材を味わえます。当店自慢なのがこちらのメカジキのつみれになります。はい、つみれと言いますと普通イワシが一般的ですが、うん、当店ではメカジキをつみれにしております。贅沢、はい、どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。うまそう。食べたい。おいしい。美味しい。美味しそう。染みてますね。染みてますか。うん、なんかプリプリ。いただきます。高田さんも思わず。美味しい。すごいテンション上がりました。急に上がりましたね、テンションが。初めて見ました。初めて見ました。テンション上がってるところ。いやいやいや、そんな新川さんも大好きな椎茸を一口でパクリ。うん、うん、うん。このクールってロケが本当寒いですもんね。あ、このクールは。このクール特に違う。なるほど。はい、やっぱ温かいものを食べたくなるから、絶対美味しいですよね。これ差し入れしたら。そんな寒い中頑張っている皆さんのドラマのお話を。銭の戦争、どんなドラマになりますか。はい、あ、お金にまつわるドラマではあるんですけども、はい、人間関係、うん、そして、まあ、愛情とか、はい、愛憎とか、うん、家族愛とか友情愛とかっていうものも、うん、描かれているヒューマン的なドラマでもあります。お金によって変わってしまうこともあるし、はい、いい方に来ることもあるし、あるし、それはこう見ていって、はい、展開を楽しんでいただければと思います。うん、はい、ここで差し入れを持っていく前にお店からあるプレゼントが。失礼いたします。こちらでございます。すごい、すごい。なんとお店からのプレゼントは高級食材ズワイガニ。しかし、ただですね、皆さん、ここまでサービスもしていただいてですね、何もせずにカニを持って帰るというのもどうかというふうに思いませんか。思いません。思いませんか。本物の土俵があちらにありますし、ここは一つお相撲で勝負をしていただいて勝つことができたらズワイガニを持って帰れると。え、誰が出てくるの。お相手ご紹介したいと思います。はい、この方です。どうぞ。元力士の芸人マービンジュニア。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ズワイガニをかけて銭の戦争チームとマービンジュニアが相撲戦争。本当に力士で、ね、もちろんそうです、はい、僕高校時代に世界選手権で優勝しまして、その後角界入りしまして、幕下の18枚目まで行ってます。あ、そうですか。はい、さあ3人の中で誰がやりますか。誰が私やった方がいい。じゃあ、新川さんいきますか。あれ、どう、この流れは。いや、でもじゃあ、この流れは俺やるよ。あ、なるほど。ダチョウさんパターンになります。両国の地で、夢のジュニア対決が実現。高田くんは、ズワイガニをゲットできるか。さあ、玉木宏さんと倉科カナさんのために、ズワイガニをやることができるか。見合って見合って。うん、はっけよーい、残った。頑張って。あ、やばい、頑張って。何これ。
分かってるけど、はい、思いっきり思いっきり思いっきり、でそのあれ持って持って持って外に出す、上に上げる、持って上に上げるって、上に上げる、無理だよ、無理だよ、上に上げる、うわー、とズワイガニは持っていけないということになりますね。持っていきたい。どうしました？どうしました？高田さん。でもズワイガニ差し入れたいよ。差し入れたい、差し入れたい。一人じゃ無理じゃないですか。一人じゃ無理。なるほど。お、そうしますと。ここでなんとゼニの戦争チームが総力戦でズワイガニ戦争に挑む。マービンジュニアか、それともゼニの戦争チームか、はっけよーい、残ったさあ、これ嬉しくてちょっと逃げて、ちょっとマービンさん、何やってるんですか、そんないい人が見えますが、マービンジュニア美女2人に照れまくりのマービン、デレデレしすぎて勝負にならず、美女に責められる機会ないんで、どんな感触でした、いや柔らかかったっすね、手とか、すごいいい経験できました、美女に異様に弱いマービンを退け、見事差し入れをゲット、3人はそのまま残念な夫収録スタジオへ、こんにちは、お邪魔します、差し入れを持って来ました、ありがとうございます、はい、うん、なんかすごいラフですね、すごい家なんでね、あ、そうですよね、残念な夫ということで、撮影以外でもなんかむつましくやっていただきたいなと思って、うん、ほっこりしてもらうために鍋を、はい、おう、どう見ても鍋ですねでは早速、高田くんが体を張って手に入れたズワイガニ入りちゃんこ鍋を食べてもらいましょう、まあ楽ですよね、そうだね、できれば女性にやってもらいたかったじゃあ、あれじゃないですか、そうですか、でも僕、まあ、せっかくね、カニをあれですから、ね、そうです、僕カニ持ってきました、本当頑張ってくれたんですよ、じゃあ今回は高田くんの頑張りに免じて許してください、気を取り直してお二人は喜んでくれるのか、欲しいって言ってもらえたらいいですね、うん、あ、熱い、熱い、うん、美味しい、うん、美味しい、美味しい、美味しいです、あー、よかった、あっさりしてるけどちゃんとコクがあるというか、そうなんです、そうですよ、カニ食べていただきました、ね、うん、冬にいただくカニっていうのはまた、あ、特に身が締まってますからね、美味しいですね、あ、よかったです、いいこと言ってくれますね、うん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ここでゼニの戦争から残念な夫へどうしても聞きたいことが、玉木さんの残念なところってあるんですか、倉科さん、残念なところですか、まあ、正直に言ってもらって大丈夫ですよ完璧だと思うんですね、本当にそんな完璧な人間なんています、そのわけトーク何ですか、まあでもお互い頑張りましょうということで、はい、はい、お願いします、ソーセージ違う芸術作品ね、ちょっと安はかもらないような、続いては水曜10時の残念な夫から木曜10時問題のあるレストランへ差し入れ、とあるキッチンスタジオである人たちを待つ牧原アナ、するとそこへ、お待ちしておりました、どうぞこちらに、こんにちは、よろしくお願いいたします、登場したのはエプロン姿もお似合いの玉木宏さんと倉科カナさん、スタンド行こう、
残念な夫は子供が生まれ家庭内の立場が下がった夫の姿を玉木宏さんが、その妻の役を倉科カナさんが演じる社会派コメディー。そんな主演の2人が木曜10時の新ドラマ問題のあるレストラン、マキさん安田さんに差し入れ。今回はもうリクエストが来ておりまして、お豆腐をお願いしたいというリクエストがもう来ているんですよね、ですので、まあ、ちょうどあの2人夫婦役ということでですね、お二人でこのポトフを作って、差し入れしようということなんでございます、大丈夫ですかね、そうですね、料理の方は料理は僕は最近作ってないですね。一時期なんか好きでやってた時はありましたけど、最近もうもっぱら食べる専門で。ロシアさんはまあ、食べれる程度に作ります。そうですか、それは楽しみよ、ね、ちょっと自信なさそうですが、フランスの家庭料理ポトフ作りに挑戦。まずは食材の中から好きなものを選ぶことに。野菜たっぷりの方がね、そうですね、いいですね、基本はね、で、お肉はどうしましょうかね、ベースとなるところですね、ベースとなるところ、出汁というか牛肉、ソーセージ。もう一回食べちゃいました。まあでも一緒に入ってることありますからね、よくね。ありますよね。私牛肉で作ったことないんですよ。そうなんですか。牛肉嫌っていうか。なんか臭み取るのめんどくさいじゃん。味なんか。最初から意見の食い違いが。するとさらに。キャベツは入れましょう。入れますか。やっぱりキャベツ。椎茸入れませんか。あんまり入れたことない、はい、人参来ましたね。人参、はい、かぼちゃが好きなんですよね。かぼちゃ、かぼちゃありますか。かぼちゃ、かぼちゃ大丈夫ですかね。あ、ちょっとコーディネートがちょっと終わったかもしれない。はい、ね、その前にまたかぼちゃ戻しましょうか。どうしてどうしてかぼちゃあんまり見たことないかぼちゃ、でもちょっと煮崩れ。おお、そうか。その後もあれこれ言いながら好きなものを選んだ結果、かなり盛りだくさんに。そして決まったのがこちらの9種類。果たしてどんなポトフになるのか。クッキングスタート。まず玉木さん、お肉あたりからちょっと。そうね、はい、肉を巻かなければいけませんね。あ、なるほど、はい、まずはお肉が煮崩れしないようにタコ糸で縛る仕込みから。玉木さんは上手に縛れるのか。ポトフは作ったことは今まで。ポトフはないですね。ないですか、はい、まあ、よくいただきますけどね、店で、はい、で、お前では倉下さんが早速あの野菜の下ごしらえということで、お、もう5分でどんどん切り始めて、でも本当に適当ですよ、はい、私。そうですか、はい、いやいやいや、と言いながら手はちゃんと動いてらっしゃる、お、友樹さんも、あれ、作ったことないんですよね。僕あの暇あれば肉は巻いてますから肉巻き肉巻き広しみたいな肉巻き広し何ですかそれ玉木さん大変失礼いたしました。ここで少しドラマのお話を。結婚して子供が生まれる前まではできる男だったのが、出産後にですね、残念な夫にどんどんその家庭内での地位が下がっていくというか、もう出産して夜泣きとかで、ね、眠れてないし、なんかお風呂もゆっくりも入れてないし、体力的にもちょっと気持ち的にも支えが欲しいのに、それに気づいてくれないのがちょっとこうヒリヒリしちゃう気持ちが。そういう人は多いんでしょうかね。マキさんも、あのちょっとお手伝いをじゃあ、はい、しましょう、お願いします。ました、ね、うん、残念だってならないようにちょっとそうやって、今こそ手伝わなければね。テレビの前の旦那さん、残念な夫にならないよう要チェックです。そして2人とも手際よくさばいていき、野菜の下ごしらえは無事に完了。次は仕込んだ食材を煮込んでいきます。水の状態から入れる、じゃあかなちゃんが嫌がった牛肉を入れますからね、はい、いいですか、たっぷりところ、はい、入りました。
はい、でこのまま蓋をする。ことことと、はい、はい、これちょっと時間がかかりますけどね、うん、こうして待つこと数十分。大丈夫。おお、すごい。鍋が沸騰してきたら丹念にアク取り。お肉が柔らかくなったら野菜を入れるのですが、人参ぐらいからね。この順番はやっぱり人参でいいかな。固めのものから先に入れるというか、人参あたりいいか。あ、違う違う違う、いや気をつけなきゃと思いながら落としちゃったんだ。玉木さんのちょっと残念なところが見えましたが、次々と豪快に入れていく姿に倉科さんも大笑い。でもこれで蓋は閉まるの？はい、はい、おお、いいじゃないですか。詰めるだけ詰めたという感じで、はい、蓋を閉めて、はい、さよならあとは出来上がりを待つだけと思いきや、倉科さん何か気になってるみたいですが、さあ煮込み始めたんですけど、何かあれですね、倉科さん肉の臭みを消したいです。あ、なるほど。と、ね、いうことはここでちょっと入れなきゃいけないものがあったんですよね、はい、ごめんなさい。いえいえ、はい、こちらを入れたいでございます。これはローリエです。ローリエ、はい、どうしてもお肉の臭みが気になる倉科さん、香草のローリエを入れて臭み取り。風味付けで黒胡椒も少々美味しくなるといいですね。美味しくなるといいね、うん、愛情もたっぷり入れて最後の仕上げ。いいよ。おお、もういい香りがね。美味しそう。すごいですね。お、いいじゃないですか満足そうな玉木さんがお肉に巻いたタコ糸をカット。さらに食べやすい大きさに切り、塩コショウで味を整えて完成。どう？あ、美味しいですよ、まんまで。いやいやいや、これで完成です。じゃあ、したそれでは実食本物だついに出来上がった残念な夫夫婦特製ポトフ。その出来栄えを2人がいいですか。できました。うん、倉科さんが気にしていたお肉の臭みは、うん、臭みはないですね、うんうん、そう、結構柔らかそうですね。柔らかい、はい、うん、ちょっと倉科さんはソーセージを実食。あ、可愛らしい。美味しいです。染み込んでる。いい感じ。はい、染み込んでますし、はい、ソーセージの味が、うん、仕上がりに2人は大満足。すると横で見守っていた牧原アナが、うん、うん、柔らかい、うん、柔らかい、こんな柔らかい、美味しいじゃなくて柔らかい美味しいけど、はい、柔らかい、パプリカにあったことがない感じの、こんな柔らかくなった。いい味出てました。あ、そうですか、うん、程よい。これなら喜んでもらえるかな。ゲストの皆さんもね、喜んでいただけるだろうと思います。よかった。よろしいですか、このお味で、ドラマのセットの方にですね、うん、お届けするということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こちらは問題のあるレストランの撮影現場。残念な夫を代表して倉科さんが特製ポトフを差し入れ。同じスタジオを使ってます。こんにちは。こんにちは。早速ドラマのセットにお邪魔して。こんにちは。差し入れ持ってきました。ありがとうございます。すいません、前失礼します、はい、果たして手作りしたポトフは気に入ってくれるのか。残念な夫チーム、はい、お味の方は残念じゃなきゃいける失礼よね、世界を持ってきた。いただきます。いただきます。不安そうな倉科さんですが、大丈夫よかったよかった。全然、本当おいしい。あ、本当ですか。おいしい、よかった。出汁が出てる。ありが
がとうね。いえいえ、でもなんであのパプリカじゃなくてあのポトフだったんですか。私のタマコが高校生だった時に同級生のお友達のお父さんのお店で食べたポトフがすごくあったかくて美味しくて、でそれが大好きで、なんかそういう味付けじゃないあったかいお料理をこう食べてもらいたいっていうのがきっかけで、うん、どんどんレストランを始めていくのに、ね、そういうなんかこうキーになってる料理なんですよ。撮影はどうですか、順調ですか。順調順調です。そう、順調じゃなくたって順調って言うしかないもんね。いや本当に順調。本当ですか。うん、でも強烈なタイトルね、残念な夫って。まあ、こっちも問題のあるレストランだからね。そうですよね。ポスター2つ並んでるとちょっとダメですよ、ね、残念と問題ないから。大丈夫なのかしらね、本当にね。あのポトフは問題なかったですか。はい、全然美味しかったです、うん、美味しかった。嬉しい。これ撮影頑張りますね。ね、よかったです。牧さん、安田さん、お互いにフジテレビ新ドラマの盛り上げていきましょう。はい、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これ高まりますね、うん、これはすごい。次に差し入れリレーに参加してくれるドラマは木曜10時、問題のあるレストラン。やってきたのはおしゃれタウン表参道。どうも牧さん、そして安田さん、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなり積極的にいらっしゃいました。なんか駆け出せって言われたんで。木曜夜10時、問題のあるレストランから来てくれたのは牧陽子さんと、なぜか女装姿の安田顕さん。牧陽子さん演じる主人公が問題を抱えた女性たちとレストランを開店。ライバルの男たちに勝負を挑む女性応援コメディー。安田さん、はい、その格好どうしたんですか。今回ドラマの役ということで、はい、こういう格好をさせていただいています。役だったですか。そうそうそう、これは失礼しました。そりゃそうよ。役じゃなかったら大変なことなんじゃないの。おしまずきハイジって。おしまずきと申します。おしまずきさん。そんな牧さん、安田さんには月曜夜9時、デートのアンさん、長谷川博己さんに差し入れをしてもらいます。タイトルがデートでしょ。はい、じゃあデートにおすすめのものなんかを差し入れしたら、うん、喜んでいただけるんじゃないかしらね、うん、ここ場所ちなみに、まあ、表参道なんですけれどもね。はい、表参道っていうのは実は私たちのドラマの舞台でもそうなんです。あるんで、はい、おしゃれですね。はい、うん、ここが舞台になってるんですか。そうなの。だからこの辺で探せたらいいなと。というわけで差し入れ探しスタート。最初のお店がこちらです。この黄色い外観、ちょっと可愛らしいお店なんですけれど、ね、ペルー料理のお店なんですよ、はい、どうぞどうぞ。ペルー料理。やってきたのはペルーのサンドイッチ専門店、サングチェリアクチ。こちらは夜はペルー料理レストランとして営業しているんですが、1ヶ月ぐらい前からお昼ペルーサンドイッチの専門店としてお店を追加オープンしているということで、メニューが今あるんですよね。こちらですよね、はい、サンドイッチの専門店なのでサンドイッチだけなんですけど、2種類、パンコンチチャロンっていうのは豚肉のサンドイッチで、パンコンポヨがチキンですね。パンコンポヨ、はい、パンコンチチャロン。チチャロンっていうのは豚ってこと。チチャロンっていうのは豚の調理 の方法なんですけど、豚をスチーム調理して豚自身から出た油で周りをカリッと揚げてるのがチチャロンですね。パンコンチチャロンは豚のバラ肉とロースを使い、表面にこんがり焼き目がつくぐらい焼いていきます。焼き上がったらレタスやさつまいもと一緒にパンに挟んで完成。一方パンコンポヨは甘辛に味付けをした鶏肉に火を通し、特製ソースであえてパンに挟めば完成です。
待たせしました、はい、こちらがパンコンポヨですね。チキンの方です。はい、チキンの方です。結構ボリュームあるね。ありますね。大きいですね。あ、いい匂いする、いい匂いする。こちらがパンコンチチャロン。わ、大きい、大きい、すごい。あれすごい、肉食の方をターゲットに。こちらがペルーのサンドイッチ。まずはマキさんがパンコンポヨを。いただきます。うん、あ、お肉美味しい、すごい。ちょっとスパイシーで、うん、私も一口いただきます、はい、大丈夫。お釜の食事って誰か興味あるのかしら。大丈夫。続いてパンコンチチャロンを。柔らかい、あ、スパイシー、うまい。あ、悪くないわ。改めてマキさん、今回が、うん、あの問題のあるレストランというタイトルですけど、はい、物語としてのお二人のこう役柄とかっていうのは。あ、はい、田中たま子っていう役なんですけど、たま子はとにかく食べることが大好きな女の子で、一緒にお店やりませんか。自分で自分の好きな料理を作るレストランを作ろうっていう風にこう立ち上がって、個性的な女の人たちを仲間に呼んでレストラン一緒にやろうよってやる。私は心優しいゲイのパティシエっていう。もともとあの、ね、あの女装が好きで、パリでパティシエ修行して帰ってきたんだけど、全然仕事もないし、ちょうどタモちゃんから誘ってもらって、タモちゃんのこと大好きになって、でそこで働くことになる。果たして2人はこのサンドイッチを差し入れするのか。2人で分け合ってシェアしてね、なんかこう食べやすくしてあげるとかね、そういうことができるかもしれない。じゃあこれにしましょうか。まず一品目、はい、それではテイクアウト一つお願いいたします。はい、まずはペルーのサンドイッチ2品をゲット。さらなる差し入れを求めて向かったのは2軒目、こちら。あー、なんかおしゃれな。お名前がアトリエドフロマージュさんです。へえ。あ、何、チーズとお野菜って書いてる。本当だ。これは女子にはたまらない感じの、ね、うん、かわいい感じ、温かみのある感じということです、うん、やってきたのはアトリエドフロマージュ。こちらはチーズ料理専門店として女性を中心に人気のお店。実は独自のチーズ工房を持ち、チーズグランプリを取ったブルーチーズなど数多くのチーズを作っているんです。早速おすすめをいただくことに。自家製チーズのこちらチーズ用のリゾットになります。リゾットこの盛り付けはすごいですね。自家製のチーズと長野県産のコシヒカリをじっくり煮込みます。さらに数種類のチーズを混ぜることで味に深みが増し、絶品濃厚リゾットに。訪れた人の多くが頼む人気ナンバーワンメニュー。これ高まりますね、うん、チーズの上にこうやってリゾットを乗っけるっていうのは。イタリアのリブジャンのパルミジャーノのリゾットを注文してやっておりまして。すごい、何これ、ものすごくクリーミーだし、はい、なんかお米がなんか一つ一つ粒立ってる感じがします。おいしい。そうです、ここはどれもおいしいんですけど、はい、テイクアウトできるのとかってあるんですか。あ、はい、テイクアウトの方のチーズと、あとチーズを使ったスイーツを、じゃあ物販の方で販売しております。スイーツ、こちらがお店で特に人気のスイーツベスト3。マキさんはガーゼで包まれたこちらのスイーツをチョイス。見た目的に着飾ってない分、はい、美味しいはずだって、その、ね、美味しさで勝負してる感じですね。ありがとうございます。言葉はいらない。言葉はいらない。釜の向こうに行きましたね。美味しい。そうなのよ。美味しい。どんな感じですか。何これ、何、なんかあまりの美味しさに言葉がなかったマキさんが出した渾身の感想は。
牛乳みたいどうでしょう今2つ差し入れ決定かと思いきや、ここでチーズ大好きマキさんから本気のおねだりが。いや、一個すごい気になったのがあって、うん、ショーケースの中で一番左の左にあったケーキ、白い細長い、白い細長いです、はい、あれが食べたいんです、うん、かしこまりましたマキさんが気になっていたケーキがこちら。マキさんたっての希望で試食。わーい、これですね。やったー、いただきます。うん、うん、濃厚、おいしい。出ました、チーズケーキ。もうこれがチーズケーキ。あ、そうですか、うん、うわ、うん、うん、喜ぶ、これ絶対喜ぶ、間違いないですね、うん、ということでチーズのスイーツも4品ゲット。早速2人はデートの撮影現場へ。ここね、ここね、ね、ここですね。あるある、ポスター、デート、うん、デート、あ、かわいいね。恋とはどんなものかしら。普通のデートが苦痛な2人今ちょうど休憩中みたいだから。あ、そうなの、差し入れ持ってきました。行こう行こう、喜んでもらえるかな。どうも失礼します。失礼します。あ、はじめまして。こんにちは待っていたのは杏さんと長谷川ひろきさん。差し入れ持ってきました。ポヨ、ペルのサンドイッチ、こちらがね。わわわわ、結構ボリューミーでしょ。これはすごいボリューミーですね、はい、いただきます。食べっぷりがいいわね。うん、スパイスがすごい。そうでしょ、異国情緒が。これ、はい、これ全部チーズケーキなんですか。そうです、チーズを使っているケーキなんです。おお、ほら、うん、ね、よかった、ね、やっぱりこれ本当は選ばないはずだったんですけど、うん、私がどうしても食べたいって言って、うん、マキさんおすすめのチーズケーキ、長谷川さん、お味は。この現場入ってから糖分をよく摂取するようになったんです。そうそうそう、みんなで結構甘いもの食べますよね。うまい、うん、よかった。うまいですね。甘いもの好きなんですか。結構好きですね。ああ、よかった、ええ、そんなに甘くないし。順調ですか、撮影の方は。順調ですよね、うん、うん、すごい順調。ここで安田さんがポスターを見て気になったことがあるみたい。苦痛なデートってどんなのかね。まあ、いわゆるあの船に乗って景色のいいとこ行ったりとか、そうよね、なんかこう、うん、テーマパーク行ってジェットコースター乗ったりがもう苦痛でしょうがないみたいな、うんうんうん、でもデートでこうレストラン行くっていうのはあるじゃないですか。そう、ね、このか、そうですね、うん、問題のあるレストランにデートしに行くみたいな。いや、それはいいわよ、それはいいわよ、ね、小沢さん、よろしくお願いします。じゃあお互いドラマ頑張りましょう。はい、頑張りましょうよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。フジテレビ1月スタートのドラマが大集合してお送りした今回の差し入れリレー、いかがでしたか。差し入れにそれぞれの思いを込め繋いだバトンで、出演者の皆さんもお互い元気をもらえたんではないでしょうか。視聴者の皆さんもドラマツアーズで差し入れリレーをしてくれた豪華キャスト陣が出演するドラマをお楽しみに。絶対に美味しいと思いませんか。